街にクリスマスソングが流れてきたら、もうそこは年末真っ盛り。さあ、あなたもサンタに着替えて仲間入り。ちょっとディープな川越観光案内始まるよ。もろびとこぞりて。おはようございます。12月9日の小江戸川越です。ラジオ川越で一番地味な番組、ちょっとディープな川越観光案内のスタートです。30分というお時間ではありますが、よろしくお付き合いください。この番組は FM88.7MHz 川越市脇田町のラジオ川越よりお送りしております。ということで、この番組は小江戸川越のらりくらりと、もろびとこ、もろびとこぞってまいりました、辻坊まゆること、辻原まゆみアシスタントです。お送りいたします。よろしくお願いいたします。すごいなんか低いところから入りました ね。音程が取れなかったんですけどもね。渋かった。渋いといえば渋い方が、はい、スポンサーをやっていただいておりまして、この番組は小西様の提供でお送りいたします。はい、クリスマスもありがとうございます。ありがとうございます。いでもね、実際クリスマスじゃないんだ、まだね。まだもうちょっとですよ、うん、12月今日9日、ね、昨日は何の日だか分かります？昨日はね、なんと、うん、太平洋戦争開戦記念日ですね。大本営発表って大本日未明、うん、帝国陸海軍は米英軍と戦闘状態に入れりっていうね、放送が流れた。そうなんですか、うん、トラトラトラとかね、あ、うん、あ、聞いたことある、うん、あのパールハーバーとか、まあそういう日ですね。というようにね、うん、そう、昨日はそう、12月8日8日です、はい。で、当時のね、はい、日本ってね、やっぱり国家神道っていうのがあって、うん、基本的にお寺よりも神社が重要視された、うん、神道、神のいたんですよ、はいはい。で、とある頑固なお寺がありまして、うん、要は国はね、紙札、神社が発行する、うん、お札を貼りなさいって言ってたんだけど、はい、国から、紙札を貼るように言われても拒否したんですって、うん、じゃあその後、政府の方から偉い目にやったそうです。偉い目ですか、うん、だから要は、国民ではないって言われたり、あら、うん、なんかそういうのがあったそうですよ。そんな、だからすごいよね。まあ今ほら、あの宗教自由になっておりますので、誰が何を信じようが危害さえ超えなければ OK なんですけども、うん、危害の範囲が何をもって危害とするのか、確かに、というのがねありますけどもね。推しの神社ある？推しの神社、うん、推しの神社ですか、はい、どれ、あれですか、んどれですか、これですか、それかな、これかな、うん、私が川越で行きたいところといえば、はい、北院に行きたい。だからそれお寺だってばもはや習慣となっております、はい、そろそろジングル作ろうかっていうもう流しちゃえばいいんだ、ね、それをね、皆さんお寺だった、ご協力ありがとうございます。皆さんありがとうございます、これね、前回さ、はい、川越の郊外の神社を、うん、はい、ドロドロと紹介しておりましたけど、ね、困ない神社という、ね、困ないところ、困ないと思われるところ、すごい逃げてる、うん、今回はね、混むか混まないか分かりませんけども、うん、川越駅から歩いていける比較的静かな神社、うん、と同時にですね、その前にですね、間違いなく混む神社もご紹介しておきます。あ、もう定番中の定番、もうここ行けみたいな、川越のもう来たらここっていう、はいはい、川越駅から歩いていけるって言ったら、はい、川越八幡宮、はい、ね、ラジオ川越の宇治神様でもあります、この神社ですけど、ここすごいですよ、行列。あ、そうなんですか。昼間、うん、昼間っていうか年が変わる直前から、そんなに広くない、うん、そんなに広くですよね。で、お参りの列がなんと八幡通りの上にずらーっと、もうあれですよ、ファストパスみたいなの発行して1時間後に来ますとかやりたいぐらい。あ、そうね、それ、あの、開いたらお呼びします、プープープー、プーみたいなね、本当そのアプリ入れてほしいです ね、うん、ね、フードコート、フードコート一時期はね、はい、自転車でコーヒーを売ってるコーヒーポストさんが、うん、
24時間営業やったことあります。24時間、うん、大丈夫って聞いたらもう二度とやりませんって残念だ、うん、でね、まず川越八幡宮さんそうでしょ、はい、それからこれは欠かしちゃうと多分川越市民じゃないって言われたんで、はい、川越氷川神社さん、氷川神社さん、はい、なんかね、ここもね混みます、混みます、あ、もう問題なく混みますから、いや混むでしょうね、はい、それからね、大人気なのが、うん、熊野神社さん、連雀町にあります。はい、熊野神社さん、はい、足踏み健康ロードがある、あの神社でございます。で、あそこあの近くに蓮華寺さんもあるんですよ。ですね。ということはダブルで混むんですよ。そうですね、うん、はしごしちゃいますね。はしごしちゃうでしょう、うん、で、この神社の方へお参りされるんだったらお時間に余裕を持って行ってくださいね、はい、うん、で、川越八幡宮さんの周りだと、公衆トイレないです。あ、そうなんですか、うん、だから川越駅で済ます。うんうんうん、で川越駅の、東口のペデストリアンデッキ上にもありますので、はい、用を足してから、はい、川越氷川神社さんは一応あるにはありますけど、まあ、混むと思います。混みますよね、うん、ここは一つですね、20日里公園の三好の神社さんあたりに、うん、公衆トイレ2軒ありますので、うん、そこまでこの辺で、うん、先に出して、そう、それから連雀町の熊野神社さん、連雀町交差点に公衆トイレありますけども、うんうんうん、まあ、多分混むと思いますんで、ですね、うん、皆さんいずれにしてあの川越祭りで川越に遊びいらした方は分かると思いますけど、うん、トイレ大変なことになりますので、うん、うん、皆さん余裕を持って、はい、膀胱と時間に余裕を持ってください、はい。で、川越八幡宮さんですとね、以前ほら辻坊に、はい、民兵稲荷の伝説ね、ありましたね、なんか私参加してたような気がするんですけどね、うん、実はね、和尚さん、はい、和尚さん、和尚さん、それ来週への伏線来週への伏線だねそれ実はね、川越氷川神社にもね、はい、こんな伝説があったという。氷川神社に伝説があるんですか、うんうん、今週も本気で言ってもらいましょうか。はい、ではさらっと、はい、お願いします、はい、氷川神社の光る川。川越氷川神社は古墳時代に創建されたと伝えられています。文書に残る神社の創建由緒には、入間川の川底が舞を光り、人々がその光のもとをたどるとある場所に行き着いた。長である土地の長老が身を清め、居住まいを正し、光に向けて通ったところ、その正体が氷川神の霊光と知り、その場所に神社を祀つと伝えられています。淡々と来たけどさ、ちょっと短い伝説ですが、ね、なんかいろんなものが、なんか情報量多いよね。多いですね。まず川が光る、川光って、しかも入間川って限定してますよね。入間川の川が毎晩、うん、毎晩光ってます、うん、毎晩光る。で、光を元に辿っとくとある場所にたどり着いた、着いた、そういうことは光がいたんですね。で、その正体が氷川神で、それ以前に長ですよ。長がただもんじゃないですよ、はい、この人長が光に向けて、お前誰って聞いたわけでしょ不安あなた誰ですかね、通ったところ氷川神の正体だ。正体が氷川神、ああいう氷川神ですねで、その場所に神社を祀ったっていうので、はい、入間川が光ってて、うん、その光をたどってったら神社を祀った今の川越氷川神社に着いたということは、これさ、はい、入間川が氷川神社の裏に来てたの、それとも今の新河岸川の方に分岐して流れてきたのか、どういうことね、どっからつながってそこに行ったんですかね、うん、なんかこれ地理的なものから考えると、新河岸川の上流の超上流のさらに超上流は狭山市からなんですよ。でここから入間川から分かれてるの。ほう。で、武蔵野台地の中をちょろちょろ用水路のように流れて、川越の野田っていうところで初めて新河岸川って名付けられるんです。国土交通省が立ってるわけですよ、うん、一級河川に新河岸川来てんって、うんうんうん、そこから流れてきてずっと光ってるわけですよね、うん、でそこから今成の方を回って石原町の方を回って、氷川神社の裏手まで来たってことは、光ってた場所は狭山だったのかなっていう。うわー面白い
面白い、ね、あのこう地理的にねこうロマンをね完全にぶっ潰す言い方だけどね。そうですね、入間川と呼ばれるところがもう、うん、入間川でそこから流れがつながってるっていうとこから来るとね、うん、うわーたどりにたどりましたね、うん、すげえたどってると思うよ。あの多分コストコ行けんじゃないかな。行けるかもしれない、うんうん、多分そういう流れだと思いますけども、でもそういう伝説があって、うん、ほら川越氷川神社といえば夏の風鈴、風鈴、うん、であの時にあの境内の川の中をライトアップするっていう、うん、川が光ってる、ね、そういうのにつながってるんじゃないかなと思いますよ。面白い、うん、だから光る川を再現と、ちゃんと伝説の裏付けがある、うん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 、ということで、うん、じゃあ静かの方行ってみましょうか。はい、今度はね川越駅の西口、はい西口、はい、ウエスタ川越の裏手になります。すずめの森氷川神社原宿町でございます。初めて聞きました。はい、何回ウエスタ行ってる？ウエスタは何回か行ってますよね。何回か行きました。裏まで行こうよ。裏まで行ったことないですね、うん、本殿がね川越市有形文化財で見事な江戸堀、江戸堀、うん、という彫り物がありまして、非常にですねなんかね、でも静かだよあそこは。あ本当ですか、うん、原宿町の出汁の蔵もあるんですよ、うんうん、ありますし、なんならあのウエスタ川越の敷地の中に郵便局ありますから、うんうん、お年玉忘れた時もすぐ落とせます。、うん、あります。ここ結構境内もそこそこ広くて静かでちゃんと整備されてるんで、はい、うん、ぜひですね、こちらも候補に入れてみてはいかがでしょうか。そんなに遠くないですね、うん、駅から西口ウエスタ、まあ、ウエスタのほぼすぐ裏だから、うん、すぐですぐ。ウエスタの案内が西口から歩いて7分って言ってますから8分23秒5ぐらいで行くと思います。みんな測ってみてね、行くと思います。野良倉調べです。野良倉さんの足ではきっとそれぐらい、はいはい、で川越市駅、はい、こちらはね、睦塚稲荷。睦塚稲荷、あれ睦塚稲荷って聞いたことあるような気がするぞ、うん、元町にもありますよねって話になるんですよ。睦塚稲荷、うん、なんて睦塚稲荷っていう、うん、いうと塚が6つあったからですから、分かりやすい、複数あっておかしくないわけです。あ、うん、で室町時代にね、道館さん、あ道心さんか、道心さん、太田道心さんが、土地を開拓するにあたり、はい、切り崩した6つの塚に創建した稲荷社の人、うん、崩したっていうことは、塚でしょ、はい、多分ねこれ古墳だったんじゃねえかなと思うんだよね。うわうん、多分古墳だと思うんですけど、でそのうちの1つ、はい、ここはね六軒町の雑誌の蔵があります、はい、蔵がここにもあります。太田道心さんって道館さんのお父様？そうそう、道館ズファーザー、ね、ファーザーですよね、うん、ファーザーです、はい。でね、どこだっけな、唐津神社かな、中町にあるんですけど、はい、ちょうど松本松陰さんの裏手、うんうん、ここもなんか塚があったらしく、へえ、うん、でここはね川越城から太田道館さん、うん、富士山を見ようとして、はい、富士山見えねえじゃねえかよって方向だったらしいんですよ。できっちめっていう話だったんだけども、よくよく見てみたらなんかとってもありがたいものが出てきて、はい、潰しちゃダメ、うん、っていうことで今神社に、よかったです。ちなみにこの唐津神社は中町の出汁の蔵になってます。すごい、なんか養生所出汁蔵になってますよね。ね、ですね、はい。でこれはね、2週間ぐらい前に辻文が紹介してくれた出世稲荷神社、出世稲荷、ね、ここも静か系です。静か系って静か系、まあ、静か系とお風呂入ってんの。静か系、うん、村倉さんのエッチってやらなきゃいけない、うん、そうそうそう、うん、エッチだよ。エッチだよ、認めた。、ね、うん、一丁久保、一丁久保ですね、うん、ここなんか、うん、そこそこおすすめかもしれない。確かに、うん、前行った時はまあ平日でしたけど静かな街並みというか、そうそうそう、うん、なんなら日曜日前通っても川越祭りの時も空いてるからね。あ、本当ですか、うん、ただこの一丁久保のところにも、松江町の出汁が、うん、
なんかこれね、神社巡りと出し蔵巡りが同時できるっていう。でも蔵は開いてない、ちょっと見えます。見えないですよね。伝統的に閉まってるタイプ。あー、うん、そうなんですね。だから連雀町とか西小千場とか、うん、中が見えるタイプだと、うんうん、出汁が傷むって人もいるんですよ。あー、確かに、うん、でもこう都度分解組み立てをするっていうのも技術者が少なくなったというのがあるんで、これちょっと悩ましいところと。悩ましい、はい、はい。それでですね、今度は東口関連から行きますと、これはね、近いぞ。近い？うん、菅原神社。菅原神社、はい。まあ、この番組ではちょいちょい出てくる大名行列、うん、大名行列、うん、大名行列が衣装替えをするところ、もう何度もお話ししてると思いますし、なんならね、先月の川越タイムスでもニュースにしちゃいました。うん、大名行列が衣装を変えるということで有名になっている菅原神社、川越街道沿いですね。川越街道沿いに、はい、人はそんなに多くないですけど交通量多いですから気をつけてください。なるほど、うん、私ここ行ったことないかもしれないですね。ないかしら、ない気がしますね、うん、そっか、これ行かないといけないね。多分ちょっと行かないと、うん、で、このね、菅原神社の近くには千葉村役場の土地が残ってるんですよ、さら地で。さら地で、うん、まあ、さら地っていうか駐車場になってますね。ほうほう、うん、それの川越街道側に菅原の道種港の出汁の蔵があるんです。おお、もうガンガンついてくるね、出汁の蔵ね。すごいですね、うん、どこにでもありますね、はい。で、ここはね、おそらくやや混むかもしれませんけど、はい、千葉東照宮、東照宮、はい、あのお寺のお隣ですね、はい、今日2回目行く、行きますよ皆さん、せーの、行きたいに行きたい。はい、2回目いただきました。はい、期待のお隣です、ね、お隣ですね、千葉東照宮。もうここ空込むわ、そ、説明いらないかな、空込みますね、うん、でもね、ちょっとあえて説明したいのが、はい、実はね、12月、うん、だからオンエアの今頃だと思うかな、はい、うん、にですね、コーヒーショップがオープンしてるはず。あ、コーヒーショップ？うん、コーヒーショップがオープンしてるはず。この辺りに、うん、してる。店主になる人がそういう風に言ってた。本当ですか？多分12月頃にオープンして、頑張りますって言ってたんで。じゃあそろそろしてるかするかぐらいかもしれない。うんうん、してるかもしれないっていうことにしとこうか。うん、はい。ね、怖いね、年末進行ってね。ね、カフェアンドンという。アンドン。うん、というのがオープンしておりまして、これがね、元コーヒーポストさん、ね、よく聞く、コーヒーポストさん、うん、24時間はやらないそうですけどものスタッフさんがコーヒーポストの豆を使って、うん、開店してます。へー。で、建物がね、古い社務所を壊して、建てた場所なんですけれども、なんとね、それコーヒーポストさんがたまに出店してるギャラリーがあるんですよ、うん、三番町ギャラリーっていう、うん、で、ここの方が、ここの主がですね、実は建築士なんですよ、うん、一級。おで、設計されてる。で、全体をガラス張りのカフェにして、それがアンドンに見えるようだから、カフェアンドン、素敵というね、銘打ってます。コーヒーの味に関しては、はい、うまい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 、うん、奈良倉さんが言うんだったらもう絶対おいしい、うん、個人の感想です、絶対おいしい。で、これね、もしかしたらお正月営業するかもしれないなと思ってるらしいんだけど、うん、今ね、インスタグラムでいろいろ告知してるんで、うん、カフェアンドンで、調べて、調べて、自己責任で言ってください、ください、空いてなくても怒らないでね、超無責任ね、これがね、でもびっくりしましたよね、うん、喧嘩したのって言ったら、いや喧嘩してないです。何、どういうことですか。いや、喧嘩してたら豆はね、そうですよ、もらわないじゃない。そうですよ、うん、で、ね、このカフェアンドンさんとコーヒーポストさん、もう簡単に説明するけど、うん、もう 4,5 年ぐらい前かな、福島県のいわきの方から野球部の、うん、キャプテンとサブキャプテンとしてコンビを組んでやってきて、うん、三輪自転車でコーヒーを、うん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 、というスタイルを、川越に無理やり定着された若者たちですね。すごいですね。ね、で、やがてですね、自転車が多分2台に増えて、はい、自転車は台でいいからね、本じゃなくていいからね本じゃなくて、神様乗ってなかった、うん、
で2台で例えばねある時はちょっと今はなくなっちゃったけど、札の辻にありました、うん、辻の吉野屋さんってお肉屋さんの前とか、それから大学院も川越岩田、時の鐘店前とか、はい、川越八幡宮の駐車場とか、うんうん、さっき言った三番町ギャラリーとか、はい、っていうところで営業してます、自転車で、うん、でこれがね意外と地元の福島の新聞の新聞でも新聞沙汰になったりしてね、うん、新聞沙汰にいいことで新聞沙汰になったいいことで新聞沙汰になったりしてて、で結局ねまだ5年ぐらいだと、うん、例の震災の記憶も相当新しいじゃないですか、でやっぱりよそでなんとかやろうということで頑張ってるってことで紹介された、素晴らしい、ね、野球部から始まるなんて、ね、そうそう、で代表者は、確かに今年のお正月頃か去年の暮れに結婚してますね、おめでとうございます、ね、おめでとうございますね、もう一人はまだなのかって話ですね式どうするのって聞いたら、うん、いや俺川越八幡宮さん以外でやったらマジ当たるでしょって言ってた、なるほど、うん、じゃあ一緒氷川海岸でやろうかみたいなね、多分ねすごいドロドロした戦いになりそうですね、でもコーヒーは本当にその場その場で豆から引いてジャリジャリ入れます、ね、うん、あーいいですね、うん、だから時間はかかるけどうまいよ、まず美味しいの飲めるんだったらいくらでも待ちます、だよね、まず豆の収穫から始まるでしょ収穫からいるところからもう、うん、よくいるよね、まだ何々飲めに遅いんじゃない今、今魚釣りに行ってるのよ、そうそう、そんな流れだよね、そんな感じで、じゃあそこまで遅くはないですけどね、はい、はい、でこの他にね千葉町にある千葉氷川神社、千葉の氷川神社、はい、まあ、言うまでもなく千葉町の出し蔵がございます、で富士見町の浅間神社、はい、ここはね毎年7月13日にどいらっこむとこですね、はい、お浅間様いわゆる初山のかっこにぎやかな方、にぎやかな方、はい、あんころ餅は、蔵造り本舗さん、それからその対面にある愛宕神社、愛宕神社、はい、でこちらも、この花の咲夜姫さんがいらっしゃる、あ咲夜姫さん、はい、熊野神社、熊野神社、はい、この辺りは駅から徒歩で、大体20分前後、うんうんうん、まだ行ける、うん、でここまで聞いてもう一回聞くよ、うん、推しの神社ある、推しの神社、そうだな、期待に3回目来た、はい、今の間は皆さんの行きたいん、ね、放送事故ではありませんか、はい、皆さんの行きたいんを私が聞いていました、すごいね、でもね、小千葉の比叡神社も古い地図で行くと北院の境内よ、はい、あと山門の前にある白山神社も、はい、北院の境内よ、北院広いの、そう、今の北院簡単に説明すると約1万坪だけど、1万坪、昔の、北院の、はい、敷地、はい、5万坪ぐらい、とんでもなく広かった、うん、基本的に寺領っていう、うん、領地まで含めるとほぼ小千葉町は北院でいいと思う、うん、でもその辺に住んでる方はみんな北院に住んでるようなものですね、そうそう、だから私も生まれた家は宿坊だったっていうね、すごいですよね、その話、位置関係でいくとね、すごいな、あなんかご利益ありそうな、ね、ご利益あって無駄に生きてる感じですけど、いや素晴らしいですね、皆様のご利益、皆様からのご利益だとね、やっぱりスポンサー増えることかな、うん、そうです ねご利益、いつもご利益ありがとうございます、うん、なんならアーカイブで誰かスパチャしてくんない、ああそういうこともできるんですね、できると思う、そうか、アーカイブからできるんだ、うん、できると思う、なるほどなるほど、うん、今度ちょっとカレーの番組で試してみようか、ご支援お願いいたします、気づかないって気づかない気づかない、うん、まあ、そういった神社があったりしますし、あとやっぱり20分範囲だと、うん、小千葉町に、辰の池弁財天っていうね、うん、もうそれこそ千葉の語源になったような、うんうん、龍さんがいて、お坊さんが来て私が今朝を投げたとこだけどっちにしてもいいよって言って、ね、うん、あと住めなくなっちゃうじゃねえかよっていうね、こういう、伝説が、はい、すごい砕けて話しましたけどありましてありました、そこも静かな神社でございます、でその近くにあるのが三辺稲荷っていうね、はい、川越で一番古い古墳と言われてる神社、
こういった神社なんかをね、まあ巡っちゃってもいいかもしれないね。巡るのもいいですね。あとはね、お寺ですけども、川越のお正月だと、お寺？お寺のお話とかもあるんですか？あ、お寺はね、そうね、予定の変更がなければ来週かな。来週？うん。あ、来週じゃあお寺のお話が聞けるかもしれない。ね、オープニングでさ、はい、あのダカーポの曲が流れるでしょ？どの曲？寺へ。神本お寺ってね。寺へ。寺へだね。怒られるからやめなさいっていうのね。まあこれが予定通り行けば。行けば。ありがたいお寺のお話が聞けるかもしれない。まあね、そうよ、ありがたいしね。確か先月これね、進行表を作ってて死にそうになったわ。死にそうになりました。あまりに内容が深すぎて。本当ですか。これね、シリーズにして3ヶ月に一遍出てもらわないと無理。1回2回では話しきれない。終わらしたくない。そうですよね。終わらしたくない。寺のお話を聞けるなら、本当にディープですよね。そう、だってガチのお寺の中の人ですか。え、誰が来られるのかな来週、ね、予定の変更がないことを辻も祈ります、ね、お年も祈ってますよ。祈ってます。ちなみにカレーの話はさせねえぞ。どういうこと？どういうこと？ね、匂わせ投稿しておりましてね、スパイシーな香りがしてまいりましたがね、そんな感じですよ。さあ、こんなんでね、どうする？来年の初詣はどこ行こうかな。まずは、ね、あの宇治神様、どこ？あれ、辻坊の氏神様は？辻坊の氏神様って どこにあるの？わかんないや。決めてない。え？妙見の方にない。どこですか？どこですか？野瀬伝達の方にはないの？野瀬の方、わかんない。多田神社かな。多分今調べてる人いるよ。菅原の道真公がいらっしゃるとかいう多田神社じゃない？じゃあ天神様なんだ。天神様？わかんないけど。学問の神様。学問の神様。いいね。そこら辺しかわ。ね、私なんか学問の神様に見捨てられてる存在でございますんで。なんだったら金運とかも見捨てられてるからね。大黒さんとかね。大黒さん、ね、お友達になりたい。ね、ぜひなんか大黒さんはね、肩に背負って歩きたい。肩に背負っても常に一緒にいていただきたい、ねね、そんな感じでね、お送りしてまいりましたけど、なんでこんなに早めにね、あの初詣の話を始めたかっていうとね、先週から、初詣の話で4週続けるんですよ。おお、それが来週言ってたのがお寺編。お寺編、寺へ、寺へね、こちらの方ゲストの方もぜひ楽しみにしていただきたいなと思っております。はい。で、確かにこう静かな神社回るときっていうのは、道も暗かったりするんで、それなりの防犯対策、そうですね、あと懐中電灯とか、あとお手洗いとか水分とか、まあいろいろちょっと難しい問題もありますけども、そこら辺は皆様ですね、準備万端にして困らないように、やっていただければなと思っております。あったかくしてね。そんなあったかいスポンサーのご紹介を。はい、いつも温かいこの番組は小西様の提供でお送りいたしました。いつもありがとうございます。これどうしよう、お正月イベントやった方がいいのかな。小西様を囲む会、いや、あの地味な神社の、あ、地味な神社を手水罰だけを見るツアーとか。楽しそう。正月早々に楽しそうですね。やったら怖いなと思いますけれどもね。まあ、そんなこんなでお送りしてまいりました、ちょっとディープな声と観光案内、今週もお聞きいただきましてありがとうございまし ました。それでは恒例のせーの、それでは本日も声と川越でお楽しみください。